こんにちは、フィーフィーですえ。徴用工問題をめぐって、日本企業の資産の現金化のタイムリミットが迫っていますで。これ以上問題をこじらせたくないユン・ソンニョル大統領が、えここに来て公の場で日本を責めるような発言を避けているようなんです。 韓国政府としては今なんとか日本企業の資産の現金化を先延ばしさせようと必死なんですねえつい最近も韓国の最高裁に現金化の先延ばしをするように意見書を出していましたこのまま最高裁が現金化の先延ばしをしてくれるのでしょうか今日本企業の資産の現金化がされてしまうと韓国は日本からの報復を受ける可能性が高いわけです 韓国経済の状況がボロボロな中で日本からの制裁を受けることだけは避けたいんですよね。 というか、日本がどこまで本気で韓国を制裁するのかわかりませんが、少なくとも韓国への経済支援は絶望的になるんですね。だから、結果的には制裁しなくても韓国経済は潰れてしまうんです。まあ、そうしたことにならないように、ユン・ソン・よル政権はそれだけは避けたくて、もう徴用工問題で下手に何か言って日本を刺激しようとは思っていないようなんです。8月15日は、 日本にとっては終戦記念日なんですがえ、韓国では日本の植民地支配からの解放、独立を取り戻したという認識があって、幸福節という記念日なんですね。えもちろんこの日本の植民地支配からの独立という歴史自体が誤りなんです。え日本は韓国と戦争したことはありません。まあ、韓国は自分たちが日本との戦いに勝って独立したという体にしておきたいのでしょう。 でその8月15日の幸福節の記念式典での演説でユン・ソンニョル大統領は今後の日本との関係について日韓関係をすすぐにでも回復すると話したんですねしかもさらには日本は今や韓国とともに世界の自由を脅かす国に共に立ち向かい力を合わせて共に進む隣人なんだということも言ったんです。 もうこれすごい賭けに出ましたよね。もうただでさえ今支持率がどんどん急激に下がっているユン・ソン・ヨル大統領がもう反日が浸透している韓国でこんなことを言ってしまえばもっと支持率が下がってしまうでしょう。ただもうそれ以上にもう日本の機嫌を損ねることはできません。 あと、最高裁がギリギリになって日本企業の現金化を延期した場合、半日どっぷりの韓国国民の怒りが政権に向かうんです。だから事前に韓国国民からの理解を得なければいけません。日本がいかに韓国にとって大事なパートナーなのか、ここで政府が国民を説得する必要があったわけです。だからこうした発言になったんですよね。 要するに、現金化が延期された場合の伏線を張っているようなものなんです。幸福説でのユン・ソンニョル大統領のこの演説は、最高裁が日本企業の資産の売却に関する決定を8月19日にも行う可能性があると指摘される中での日韓関係に関する大統領の見解を伝える最後のチャンスだったわけです。ユン・ソンニョル政権は、 これまでもずっと現金化を阻止するために全力で動いてきました。まず韓国政府はこの問題の解決策を話し合うために韓国国内で官民の協議会を設置したんですね。資産の現金化の前に解決策を出すため、ここには原告側である元徴用工の支援団体だったり法律家、専門家やジャーナリスト、 また、経済界から12人が参加してずっと解決策の模索をしてきました。そしてこれまで3回も会合を開いているんです。3回目の会合は、韓国政府の提案する妥協案が気に入らないということで、原告側が不参加でした。 で、あとは、7月の18日から20日まで、韓国の外相が日本に来て、林外務大臣と会談、そして岸田総理とも会っています。ただ、この時も話が前には進みませんでした。韓国側から解決策が出されなかったからなんですね。で、そのまま時間が経って今に至ります。この状態に焦った中日韓国大使は、8月8日、 韓国特派員との懇談会で日本企業の資産を現金化した場合日韓関係がどうなるのかは想像したくないがおそらく数百兆ウォンものビジネスチャンスを失うだろうなんてことも言っていましたあと実はユン・ソンニョル大統領も現金化についてはこんなことを言っているんですね。日本企業のの差し押さえたた資産はブランドや特許といったものだが 競売で十分な現金化がなされなければ、原告は十分な資金を確保できないこともあり得ると。まあ、つまり現金化をしたところで、大した金額にはならない可能性があるから、韓国政府が立て替えるよ。現金化しなくてもいいよと言っているようなものなんですね。 確かに原告への保証金の確保という点で見れば日本企業の資産現金化よりも韓国の会合で検討されている基金設立案の方が確実に資金を確保できるんですよね。 まあただ今更どれだけお金を原告側に提示したところで原告は韓国国内で日本を相手に正義と立ち向かうヒーローみたいに持ち上げられているのでまあ今のところ折れないんですね日本側が謝罪するまでは引き下がらないと言って聞かないんです実は日韓関係については韓国の経済界からも そして韓国メディアまでもがもうこれ以上悪化させてはいけないといった意見が多く上がっているんですね。韓国経済ににとんんででもななく悪影響になるんです韓国の経済団体である全経連が実施した世論調査では韓国の85.5%の人が日韓の関係改善を望んでいるという結果でした。 というのも韓国の81%の人が日韓関係が改善すれば韓国経済にとって役立つからと答えているからなんですねただここが韓国なんですけどもうその一方では歴史問題は解決するべきだという意見が大半なんですね 経済だけは助けてもらって歴史問題ではいつまでも日本にいちゃもんをつけてきてありもしない事実で謝罪を要求するとか本当に虫がよすぎますこのまま本当に両国が仲良くなると思っているのでしょうか、まあ、そんなことを言っている余裕は韓国にはないはずですまず韓国株が今とんでもなく下がっています海外投資家が持っている 韓国総合株価指数コスピの株式の時価総額が13年ぶりに最低水準に減少したことが分かりました。韓国の8月11日の有価証券市場全体の時価総額は日本円で約202兆円だったんですけどこのうち海外投資家の持っている株式の時価総額は62兆円ほどだったんですね。 つまり、時価総額全体で海外投資家が保有する株式の割合は30%ほどしかなかったんです。これは今年で最も低い水準で、こんなに低いのは2009年8月13日ぶりなんですね。つまり13年ぶりなんです。これやばいんですよね。海外投資家はこれからもっと韓国株が下がると判断したってことなんです。 あと、韓国国民の生活も大変なんです。韓国では多重債務者が増え続けています。韓国ではなんと446万人もの人が多重債務者ということがわかりました。人口5000万人ほどの韓国で約450万人もの多重債務者ってやばすぎるんですね。 もうあちこちの金融機関から借金しないと生活できないほどの、まあ、生活苦に陥っている人が韓国には多くいるということなんですしかも利払いのために借り入れをするという負債の悪循環に陥っているケースが多いそうです韓国は金利をどんどん上げていますから今後債務不履行になってしまう人が続出すると思われます そうなれば銀行も混乱するんですよねで。こうしたことが金融危機の引き金になるんです。もう本当にやばすぎる状況なんです。まあ、だからユン・ソンニョル大統領はこんな経済がやばすぎる中でもう日本を下手に刺激したくないんです。日本から制裁されれば韓国経済は終わってしまいます。韓国経済にとどめが刺されてしまうんです。 韓国国民はこれまで日本やそれこそアメリカに経済を助けてもらっていたことを自覚していないんですね。韓国では日本が韓国の経済を支えていた、日本からの経済支援のおかげで韓国経済が成長していたなんてことは教えられていません。だから日本にお世話になっておきながら、韓国は平気で反日をしてきたわけです。 しかも、これまでも韓国政府は日本にすり寄るときに、経済支援をしてくださいなんてすり寄らないんですよね。いつも日韓関係の改善をとか、日韓での協力をと、こうした表現で日本にすり寄るわけです。だから韓国国民は本当にその言葉の意味をそのまま受け取っていたのでしょう。これ本当は韓国を助けてください。経済支援してくださいの意味ですからね。 韓国は人に物をお願いする時ですらプライドが高いんですよね。かつて韓国は日本に通貨スワップをお願いする立場なのに、俺たちが借りてやってもいいなんて物言いをして麻生財務大臣を激怒させたことがありました。あの時を最後に日韓通貨スワップは再開されていません。 韓国がこのまま謙虚な態度で日本との関係改善に動く姿勢がないなら日本からの経済支援は絶望的でしょう。日本が韓国を助けるメリットはないんです。徴用工問題での日本企業の資産の現金化のタイムリミットが迫っています。今、ユン・ソン・ヨル政権は苦しい状況の中にいます。さて、ここまでお話ししてきましたが 皆さんはどう感じになりましたか。コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。